はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月12日金曜日、時刻の方は20時52分です。メラテレテテテンピピュー。はい、そんなわけでね、今回は楽天モバイルの話題になります。さあ皆さん、この情報がね欲しかったよね。はい、速報でございます。2月9日の時点で250万人ということになりまーす。ね、楽天モバイルおめでとう、250万人ピピピピピピーね。はい、そんなわけで、1月の29日ね、カファネス楽天アンリミット6の発表の時には220万人だったよね。で、それからね、まあ約10日ちょっとね、29だから30、31だよね、31日までだからね、まあ約まあ10日ちょっとで、30万人増えたってことになりますね。で、まあ、あの時のニュースとかね、そういった駆け込みというよりも、話題性が来て、って言われて、バーって押し寄せたあれがあるので、今はそこまでの波がないし、予約制になっちゃってる人は向けにね。で、ネットの中では在庫もないので、そこまでの勢いはないんだけど、昨日、おとといぐらいかな、もう、おじいももう、もう今日が何で流し何日で、今日何を作って、昨日何作って、おととい何作って、全然もう記憶がもうぶっ飛んでるぐらい、もう、わかんない自分でもね、それぐらい動画作ってるんだけど、元気なおじいが、前回の動画で、だいたい平均すると2万5千人ぐらいで、行くんじゃないかなっていうね。で、だいたいそれぐらいのペースだよね。で、この時点で220万で残りが80万だから、まあ、大体おじいが年間通してスタートの時と残りの100万は半年ぐらいかかったけども、まあ、この平均値で、まあ、大体ね、20万人として、まあ、勢いですと倍は見て、40万ぐらいだろうなって見てたよね。で、2月の下旬のところで260万ぐらいで、あと3月の末までにちょうど300ぐらい行くのかなってね。まあ多少の前後はするかなっていう。あと2月の9日の段階で250万でこれはちょっとペース早いんじゃないのって思うでしょ。でも今、楽天ハンドとか楽天ミニとか、あとポケットのブラックももうなくなっちゃってるわけです。で、他の会社の端末のやつも、もう結構売れちゃってるやつがあるんでね。だからそこのチャンスに買おうかなと思ってた方、あーって感じで、入荷待ってる方が結構多いと思うんだよ。だから、今焦って契約しようと思っても、物がないんだよね。これがね。で、あと、おじいは、今言ってるのはね、回線だけで、最初の頃からね、回線だけ、1回線だけ無料で使ってる方、ね、早く、今、パンダ、行かないとパンダ在庫があるから、今、ミニなくなっちゃったから、パンダもらわないと。で、楽天ミニで契約した方、ね、早くパンダもらわないと、2回戦目で、1日で解約しないと、ね、急ごうっておじいずっと言ってるんだよね。で、というか、これから1回戦目で入る方は、新規の方は、このパンダセットがいいからね、これね、もうこれがもう、単品で入るよりもパンダセットがいいからね。で、楽天ハードの入荷とか、他の端末、要はね、お金を出してポイントバックを狙ってるやつは、かなりね、トラップが多いので、で、追記でどんどんキャンペーンが変更されて、まあその変更された内容っていうのは変更した時以降に有効なんで、それまでの方は大丈夫なんだけれども、でもどんどんこう締め付けが厳しくなってるんで、ルールの追加があってね。だからね、ポイントが戻ってくるまでに1ヶ月から2ヶ月かかるわけで、で、大丈夫かって、もう、病気になっちゃうよ、ストレスで。穴開いちゃうよ、本当は、胃潰瘍で。だったら、最初から、この1回戦目は、ね、ポケット、これでね、1円で買って、で、無料回線もらって、5000ポイントもらって、ね、で、まあ、お金戻ってくるもないでよ、1円なんだから、ね。で、リンクアプリを使いましたか、通話しましたか、メール送りましたか、でやらないだって、これの場合はもう免除されてんだから、SIM 入れるだけでもう簡単自動設定だからね、本当。おじいもこれ楽天の会社に使ってなかったから、あれ、モナ Wi-Fi の SIM 入れたんだね、この中にね。で、APN 設定しなきゃと思ったら、もう勝手に繋がってたよね。自動設定。で、おじいが昨日ね、楽天の設定もしてないよ。一番最初の入れた、
新聞が自動設定されるって視聴者さんから聞いたんで、あ、そうなんだと思って、じゃあ楽天のやつ入れたらどうなるんだろうなと思って、おじいの興味で、昨日、あの、ナノシムから、ね、このナノシム、元々のナノシムはもう直行で1日で解約したけど、1回戦目のやつをナノシムにして、これで開通して、で、この開通して気が済んだんで、また物理シムにして、昨日届いたから、それをパンダに入れたんだね。で、自動設定でいかないのかなと思って興味があって、で、入れたら何もしてないのに使える自動設定になった。だから一番最初に入れたのがソフトバンクでも、 2枚目に入れて設定したのでも楽天会社入れてちゃんと使えることをおじいは確認しました。で、なんでね、すごい簡単なんで、もう最初にこれのセットでいかなくてどうするのね。で、次に楽天メニューを1円でもらえばいいじゃん。こうやってもらえるんだからね。おじいの1月にこれ2個もらって、2月にね、請求が211円しか来ないのを皆さん公表してるんで、ね。で、ブラックにもなってないからね。だからね、今そんな状態じゃないんで、楽天。そんなに高飛車でお客さんをね、ね、蹴って、パーンって受け入れないっていう、そういう状態じゃないです、今、楽天モバイルは。一人でも欲しいんです。ね。そんなわけで、ここでね、30万人増えて、やっと250万人というね、まあ大体おじいの言ってた予想が当たってるよね、これがね。で、C から始まるのがね、300万突破とかね、あんなものは全然関係ないでしょうと、おじいずっと言い続けてきたけども、ね、どうだ、ね。それで、まあ佐々木さんからのね、今回のコメントですからね、元気なおじい、お疲れ様です。今日楽天モバイルの決算発表会で2月8日で250万人の契約数みたいです。残り50万人みたいです。これね、佐々木さんの情報でこの動画をね、もう速攻で作ってます。今ね、ありがとうございます。なんとね、まあこの2時間前の、ね、やつなんだけど、この回でね、2、3本くらい動画作ってたんで、今日はまた下でね、パチスロ3台どかしてね、テーブルもどけて、めんどくさいことからやってね、スクリーン当てたんで、今日はたっぷりね、時間かかってたんだよ。足だくになりながら。ね。今日ちょっと時間がなかったんでね、動画のアップ、ちょっと頑張って今、追い込まないと、動画の本数少ねえじゃん、これ、と思ってね。一生懸命頑張ってやってるところですね。ありがとうございます、佐々木さんね。本当。はい。そしてね、ベータカルチンさんね、こんにちは。北の国風の噂だと、2月の12日の午後4時頃ね、楽天、これもう何日も前からずっと言ってた、これね。本当に。ね。決算発表するそうです。そこで、詳細なことが決まるみたいです。数時間後に分かると思います。ご連絡まで。毎日たくさんの仕込み。おじいパワーはすごいですね。ってことでね。いや、おじいのパワーない。みんなもやればできるよ、これはね。何にも特別したことはしてないね。5時間前にいただいて、その結果をね、書籍さんがくれたということで。ありがとうございます。本当ね。これね、うん、もう、ここのブロック崩しって知ってる？ブロック崩しね。ピッポ、ピッポ、ピピッポ、ピッポ、ピッポって、ピッポ、ピッポ、ピッポ、ドキ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 って、わかる？ね。今ちょうど楽天モバイルのとこ狙って、ピッポ、ピピッポ、ドキ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 っていうね。今こういう時期なのよ。これがね。で、そのうちこれしばらくこのペースでやってると、ペラオンってこう、起こっちゃうからね、あ、終わっちゃったってね、ゲームオーバーってね、こんな感じ。今生でちょうどね、やった楽天、楽天、楽天で毎日やってね、ピッポ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 ってやって、ディ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 ーなんで、今もうこのディ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 をね、頑張るしかないっていうね、人間頑張る時があるんです、これがね。はい、そんなわけでね、スパイマン大好きさんのね、この情報が、これが3日前だったんだけども、スパイマンさんの情報が、おじいは、これが合ってるよねって、こっから推測してたんだよ、おじいはね。テープによって答えが違うようで、2月の6日に301万のところもあれば、同日に240万と言ってるところもあるみたい。だおじいは、おそらくこれがね、1月29日の発表から言って、ちょうどおじいの予想の1日毎日のね、2万人から2万更新のページでいくと、じゃあ、これがね、2月の6日で240、これが正解だと思うよ、つって。ね、で、このペースでいくと、今こんだけ落ちてるから、まあ大体どれぐらい増えるかな、で、1日2万人から 2.5 万人増やしていけばっていう。この予想から、ね、これが2月の6日で240万、2月の6日で240万、その3日後にね、250万人、大体合ってるよね。ね。なので、このね、3日前に、この酸っぱいマン大好きさんが、
いろんなところの情報をね、集めてくれて、300、1万って言ってるところまでも300万いったっていうところもあればね、240万って言ってても、この数字が新規の無料の対象者の数字を言っていたので、こっちの答えというのは総回線数なんだね、これがね。だおじいは初めてこの新規のね、このキャンペーン対象のニーズを言ってくれた店舗があるんだね。これもだからまだ間に合わない、あ、大丈夫でしょうっていう行くために店舗の方は分かってるはずなんだね、これがね。だから焦らせるために今までショートオーダーの方で言ってね、早く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 ってね、早くじゃなくて待っちゃいますよなんて、これが煽るのが店舗のやり方なんだよね。おじゃあまあまあまあ焦らなくてもってね、よかって言ったけど、大体もうこの数字がそのまんまなんです。じゃ今これからどうなるのかというと、どっぷり3月末までかかります。なんでかっていうと、もう今言ったよね、今物がないです。だから海鮮単品で、入るなんてバカバカしい。海鮮単品で入るんだったらパンダ行くでしょ。だパンダがついに黒が売り切れたじゃん。パンダがすごいいっぱいばらまきであったはずなのにね、もう黒がなくなったんだよ、まあ、あと白がね、もう限られるよね、これはね。だから今もう楽天ハンドもない、楽天ミニもなくなっちゃった今ね、トラブルが続出なわけでしょ。だから元気なおじいの動画に巡り合った方は1個前の動画見れば、初めての方はこれで行かなきゃ、他の人はこれで行かないでね、変な欲界で楽天ハンドに行くから失敗したとか悩んだりとか、これはどうなの、ああなの、ポイント大丈夫かなって、もう言いかえようになっちゃう、本当ね。でハンド行ったら、その後にこのポケットもね、チャレンジするの怖いし、ミニに行くのもチャレンジするのが怖いんです。そうでしょ。だからこれを行けば確実にこのキャンペーンで1円で手に入るし、その後にこれが入荷したらこれが1円で手に入るわけですね。両方足せばね、9800円と、ね、1万7000円が1円1円で買えるわけだよ、これね。こっちの方がお得じゃん。なんかお金払わないんだもん、2円だもん。ハンドに行ってる人はね、実質ただっつったってお金戻ってこないと、お財布から2万円なくなってんだよ。こっちはお財布から2円だけなんだよ。2円なくなっただけで Wi-Fi と端末が手に入ってんだよ。どっちがお得よ、冷静に考えてこうね。でどっちも新規で入った5000ポイントもらえるわけだしね、妙なね、なんか虎のたぬきのおんちゃらくんちゃらでね、うーんなんていくと、うっかりね、気がついたらお財布の中の中身がなくなってるんだよ、これはね。賢い方は1回戦目はこれでいく、2回戦目これ1円でやって1日で解約するね。でナノシム、イーシムのやり方をね、おじいの動画アップ一生懸命アップしてるから、それを使って、あ、これからの時代このやり方覚えておかないと、わあやり方覚えた、自信ついたよってね。今まで不安で不安でしょうがなかったイーシムの開通、シムの交換どうやってやんの、いやわかんないよ、こっちからこっち、じゃあこっちからこっちはどうなるの、だそれをやればいいんだよね、117円8円で楽しめるからね。間に合うよとね。まあそんなわけで、このパンダの白がもう間もなくなくなっちゃうだろうからね、本当もう時間の問題。そしたら伸びが、ほな1日2万5000人とか伸びないから、3万人とかね、入荷待ちの方もいるわけだし。だからで今余計予約とかそういうのになってるしね、コロナ禍でだから、ね、落ちますね。他の端末もなくなってるわけだし、中国はもう正月入っちゃってチカポンチカポン作ってないんだから、ね、だからもう今この一点集中です。今このパンダで1回戦目来る人がもう初心者でわからない方はもうこれ言った方がいい。おじいの1個前の動画を見てもう何も悩まなくて済むから、本当ポイントの取りこぼしもないです、設定もないです。刺すだけ刺してバッテリー入れて蓋閉めてポン電源オンね、はい、それで全ての3つのキャンペーンの条件がクリア、簡単だねってことなんだ ね。これいかなくてどうするのってね。だ元気のうち言ったよね、楽天ハンドも物がなくなっちゃうよ、なくなっちゃうよ、なくなっちゃうよって言ってね、予告してね、一日ちょっとでなくなっちゃったでしょ、本当ね。で今社員が余った分が
すごい非常に少ない数があって、これ今行かないとすぐなくなっちゃうよ。ケースも3000円の分だから、これ900円でお得だよね。ここのところでポイントもね、確実な、4万円分の会社にただと5000ポイントももらうわけですし、いや、これで908円にね、ここのところこだわるよりも、確実にちょっとでも早く使った方が得じゃないの。行かないとなくなっちゃうよ、なくなっちゃうよって言ってすぐなくなっちゃったでしょ、朝ね。なのでね、パンダもね、黒がなくなっちゃったからね。ってことは、白の方も人気があるはずでね、こっち、ある程度多かったはずなんだけども、やっぱ黒がなくなっちゃったっていうことは、こっちの方もね、近いんだと思うよ、本当。ね、だから確実にね、3月の中旬以降、見込みの入荷、いろんなの待ってる方も、とりあえずね、損はないんだよ。パンダで行っちゃっとき、おじいの動画に関わった方は、1回戦目とりあえず。このパンダに行っちゃって、1年間無料使い放題、無料と5000ポイントとね、これ1円でもらっとき、本当。で、次にミニが入ったら、ミニを1円でもらう。これがいいよ、本当。ね、一番賢いよ。んでさ、もっといい端末があるんだから、他のところで、シャオミのやつとかさ、そういうのだって、ね、楽天で扱うかもしれないよ。他のところで何箇所も。あれも、今の 9T とか全然人気ないでしょ。あんなソフトバンクで出してるやつもさ、5G 対応したって、使ってるパーツがみんな廉価版でさ、世代遅れのやつじゃん。あんなクズみたいなやつ売れるわけないじゃん、こんなの。一世代前の 9S の方がいいよってみんな言ってんだから。まして、ただの 9T なんて1円でもだってずっと売り切れにならないじゃん。はい、どこも。おじいが行かないんだから、最初、あーっと思って食べてて、でもなんかスペックおかしいじゃないのって、わかんないおじいが。気がついて、みんなこれ、詳しい人、これどっちがどっちだなって、うん、ナイエスの方が全然いいよ、って言ってね。やっぱそうだよね。ベンチマークでこんな違う、あ、やっぱそうなんだ。こんなの今時古いの、ね、新発売かもしれないけど、片遅れのやつね。こんな騙し売り用のやつ、誰も行かないでしょ、ってね。だから結局、賢い方はやっぱ行かないでしょ。だからちゃんとしたものが安く出てくるわけだから、それをね、別に楽天ハンドに限って行かないったっていいんだよ、別に。ちゃんとしたものを安く買えるチャンスはいくらでもあるんだからさ、焦らないっていいんだよ。これから未来にかけて、どん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 今あるものしかなくなっていっちゃうっていうわけじゃない。早いもん勝ちでなくなっちゃうわけじゃなくて、未来はどんどんものすごくいいものがどんどん安く、もっとたくさんのものがバーッと出てくるんだよ。今焦らなくても。ね。だから、とりあえず、今焦らなきゃいけないのは、このパンダと1回戦目をなんとかね、もうその4万円ぐらいの前後の価値がある1年間無料と、とりあえず5000ポイントもらえるのと、このパンダもらっときってことなんだよ。こっからスタートなんだよ。確実なプラスを得ようぜってことなんだよ。ね。たくさんの方がハンドとか、あと他のキャンペーンと、で、これもくれんのって言いながら、うわー、19,999ポイント来ないよとかね。ほんと、24,999ポイント来なかったよ、僕はとかね。そういう人もいっぱい出てくるだろうから、ね。そういうロケットスタートで勝ち組になったつもりで、ああ、もう、ハンド売り切れちゃった。残念だったな。負け組だって思って、負け組じゃないよ。で、真の勝ち組は、1回戦目にパンダを行った人だから、間に合うよ。まだね。で、次はまだこれ1円で買えるチャンスがあるからね。ね。笑おう。ね。ほんと、笑いましょう。ね。そんな中で、まだまだ250万人がね、チャンスはあるんだけれども、パンダの在庫が、持たない。ね。1分1秒でも早く楽しもうよ。ね。無制限で使えるんだから、今別に。楽天アニメと6になって、ジルシムになるジルシムになるしたって、1年間、無料で使えるんだからね。本当。誰かわけのわかんない人が、で、1年間無料はアンリミット5の契約だから、4月6になっちゃったら、この無料がなくなっちゃうから、印象で使うしかないってね。誰 ?1年間はどこ行っちゃったの?1 年間は。1年間無料って。いや、4月1日までは無制限で2980円のアンリミット5が近いけど、それから向こうは印象で無料なんだってね。ちげえよ、それ。ほんと。20ギガ以上使っても2900円の今と同じ価値のものが1年間無料でつくから安心しようよ。ね。
5の歌詞と同じものが1年間つくから、本当一応吸収セリフって書いてあるんだけども、うなぎを見るとなんか一生懸命言ってたけど、そのトラップはさすがにおじいも深掘りしなかったでしょ、そのコメントからね。それをやったらね、多分おじい叩かれると思うんだよ、いくらあのネタにしても。それをやったら、だから逆にこれ違うよねっていう動画を作るならいいけど、こうなっちゃうかもしれないよなんて、あ、そんな動画作ったらね、もう終わると思うよ、ほんと。タカ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 ピョーンっていっちゃう、いけど、ああって感じで、ラケットこんなちっちゃくなっちゃうよ。次やるときには。ああ、今まで、ああ、ちっちゃくなっちゃったってね。こんなになっちゃったってでかくなるけど、こんなちっちゃくなっちゃったってなっちゃうね。はい、そんなわけでね、終わりましょう。ね、おじいも休憩タイムが一緒ですね。はい、マンゴージュース。ほんとね、休む暇だよ。あのチーズもぐもぐ食べながらこれ飲んで、まだ今日動画作るよ、ほんと。まだね、アイビデオのシムがお昼間に来て、まだパンダで回収してないんだよ、あのどっちの方が速度出んのかね。このパンダがしょぼいっていう、あの何かのコメントがあるんで、で全然これが重宝してるよってね、そんなコメントも今来てるんだよ。だからおじいの場ではどうなのかね、この端末自体がしょぼいのか、あ、その人の回線がしょぼいのかね、よし、ここで白黒つけるじゃないかっていうことでね、アイビデオ注文したんだぜ、これもね。でも、アイビデオね、ちょっと待ってね、よいしょと。今、アイビデオね、こうやってあの、SIMだけなんで、まあ、惜しくてね、こうやって届いてきたんだけども、このアイビデオをこうやって注文できるのも、過去にね、たくさんの視聴者様が元気なおじいのメールアドレスを入れて注文してくれた。一番最初に初回注文してくれるときにおじいのメールアドレスを紹介で入れてくれると、一発目の注文の 10% がポイントでつくんだよ。現金化なんないけど。ね。アビデオから1円ももらってるわけじゃないからね。で、それを使って、304とかいろんなものね、501とか303とか、検証やって1日でテラ使ったらどうなるかとかね。そうやって食毒検証、じゃあ食毒制限したのは60シリーズはね、じゃあ1日で100ギガ使ってとか、こっちで7ギガ使って食毒制限したらどうなのだろうとかね、そういう検証をどんどん皆さんに情報でバックしてたんだね、これがね。で、まだその頃のポイントがね、本当おかげじゃまだあるのでね、本当ね、今年のとこというか去年のね、11月12月も社員ぐらいかな、それで入ってくれた方もいてね、本当ありがたいことに。サマリオン全盛期の頃はね、まとめてローンぐらいに入るとすごい安くなるんで、2年3年とかまとめて入ってくれた方がいきなりね、最初の決算でやってくれるから、その 10% っていうとかなり大きいものが入ってきてね、本当ね、ありがとうございます。でこうやっておじいはね、惜しみなくね、検証で使わせていただきます、ね、であとはね、いいしもいい、これね、ショフトバンちょっと履歴をまた使ってこの動画を作りたいけどもね、いつでもソフトバンクの印象もだってね、言わないんだよ。で、どのバンドって言ってもね、言わない。で、そっち、ハートのお便り、だから、この島どこのやつって聞いてるのにって答えない。ほんとね、悪い会社になったな、おめんとこは、ってね、盛り切れた、LINE で、アイビデオに。ムカつくなおめえってこんだけ下手に出て、ああですこうで聞いてらって、本当悪い会社になったお前のところは成長してっつって、ざけんなよってね、切れた腹が立った、アイビデオに久しぶりに、ね、はい、まあいいや。そんなわけでね、この後もね、もう今日の夕飯これでね、頑張ってやりたいと思います。そんなわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になった方はグッドボタン、暇つぶしになった方はいいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。おじいでした。またね。バイバーイ。